はい、皆さんこんにちは、田野治です、私はですね、あの壁画のね、あのパーテム国立公園の壁画 の, あのコーナーのところを来まして、大体こんな感じなんですけども、ちょっとね、薄くて一瞬わからないんですけどね、よく見るとあの書いてありますけどね、約4000年前ということで、なんか4000万年って書いてる人もいるんですけどね、万年はちょっと嘘だろうっていう、4000年ぐらいじゃないかという気がします。はい、このまんま次行きます。適当にちょっと数分間撮って、まあ一旦切ります。こう落石注意って書いてあるんですけどもね、まあどうしようもないですね。よほどタイミングね悪かったりしなければ当たることないんでしょうけども、なかなかちょっとね、まあ確かに注意するには越したことないんですけど、だからどうしろっていうのもありますけどね。はい、次がね、第2ポイントなんですが、もうちょっと、ちなみにですけど、結構ね暑いですね。ちょっと日陰が多いんで涼しく見えるかもしれないですけど、意外と暑いです。やっぱ水とかね、持ってきた方がいいですね。でちなみになんですけど、これあの1周、まあ、4箇所あるそうで、全体で 3.5 キロぐらいあるそうなんですね。だから1時間半ぐらいはかけて歩いてみれるという形になります。まあちょっとね、私も初めてなのでよくわかんないですけど、多分それぐらいで回れるんじゃないかと思います。あれ結構第二チェックポイント長いな。今ねさっき1箇所目が終わって、次がまあ第二チェックポイントっていうのかな、第二グループっていうのかちょっとよくわかんないですけど、そこに向かってます。ちょっと長そうなんで一旦切りたいと思います。またね第2ポイント来たら始めます。それではご視聴ありがとうございました。